アメリカ政府韓国の朝鮮日報によりますと、日本政府による韓国に対する輸出規制の強化について、あるアメリカ政府の高官が、韓国はワシントンに誰かを行かせて時間を費やすよりも、日本で多くの時間を過ごすべきだろうと発言したことが明らかになりました。 こちら日本政府は韓国政府によるずさんな輸出管理が原因で輸出規制を強化しておりそれに対し韓国政府は対応を取るどころか逆入れしデマを流したりして日本を悪者にしようとプロパガンダを続けておりますこういった中でアメリカ政府も韓国政府の対応にうんざりしてるんじゃないかと思われますが 日本政府にはこういった韓国政府によるプロパガンダについて徹底的に対抗していただき必要な情報を提供しながら各国政府に説明を行い世界中が韓国政府に騙されて被害を受けるようなことにならないように対応を取り続けていただくようお願いいたします 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。